も整体師の児玉です。今回はですね、アトピーの治し方、炎症がアトピー性皮膚炎を治る前兆な理由とはというお話をしていきたいと思います。アトピーの炎症というのはどうやら悪者扱いされていることが多いです。それは私の意見からすると違います。むしろ炎症はいいことです。炎症が起きない方が変な体だと僕は思います。また炎症が起きるということは実はアトピーが治る前兆の一つであると思います。だからこそ薬で止めてはいけません。その薬というものは治しているわけではなく抑えているだけ。薬が切れてしまえばまたあなたの炎症は起きてしまい、アトピーが治るどころか薬を使い続ける生活に陥ってしまうのです。今回は炎症があなたのアトピーを治す前兆だと、炎症が体にとっていいことを起こしているんだというお話をあなたにしていきたいと思います。内容はこちらの内容になります。炎症とは、炎症はいいこと悪いこと、アトピーの治る前兆とはのお話をしていきたいと思います。ではまず炎症とはというお話をしていきます。アトピー性皮膚炎の炎症とは、ここでは肌荒れや出て湿疹が出ること、肌が赤くなってしまうことが慢性的に続くこと、これをアトピーの炎症とします。そして炎症はなぜ起こるのかと申しますと、ヒスタミンという物質が関係していることが非常に多いです。ヒスタミンとはこちらの炎症を起こす物質です。こいつが痒みを起こしたり肌を赤くしたり炎症を起こす犯人なのです。では次に、炎症はいいことなのか悪いことなのかご説明していきます。先ほどお話したように炎症を起こすのはこいつ、ヒスタミンが炎症を起こしています。こいつが炎症を起こし痒みや肌荒れを作る原因だという話を聞くと、完全にこいつは悪者にしか聞こえないと思います。しかし僕からするといいやつだと考えています。ではヒスタミンの話を少しだけ掘り下げていきます。ではそもそもなんですけども、なぜこのヒスタミンが働いてしまうのか、それは体を守るためなんです。体の細胞が損傷したり外敵から体を守るために働くのがこのヒスタミンなんです。例えばウイルスが体の中に入って血管に入ってきたとしましょう。ウイルスが入ってきたらそいつらをやっつけるのは白血球です。そしてヒスタミンとはこの白血球の一部なんですね。こいつはですね、さらに援軍を依頼するという力があるんです。ウイルスが入ってきてかなり手ごわければ援軍が必要になりますよね。だからこそヒスタミンは援軍を呼ぶことをします。そしてあえて炎症を強くするという反応を取るんです。それはなぜかわかりますか？体の中の敵をやっつけるためなんですね。確かに炎症を起こしてしまえば痒くなるし肌も荒れるし、もうたまらないですけども、体を守るという意味ではいいことをしているのは実はこのヒスタミンだったりするんです。ではアトピーが治る前兆なのかっていうお話をしていきます。炎症はですね、肌を治すための前兆ではあるんですけども、いくつかの過程のあるうちの一つにしか過ぎません。実はお肌が荒れた時に肌が治るまでの順番というのは過程が決まっています。こちらの画像をご覧ください。湿疹三角という画像です。このようにお肌というものは炎症に始まり、そして水泡ができたりとか膿ができたりとかブツブツになったりとか、そしてただれて落雪になって飛んでいって新しい肌が生まれるんです。これは一回りすることもあるし、ショートカットすることもございます。一つ言えるのは、この過程を超えなければお肌の改善というものはないわけなんですね。だからこそ炎症が起こるというものは肌を治そうとする一つ目の反応なわけなんです。なので炎症が起きるということは治る前兆でもあるわけです。ではお薬を使ってこの炎症を止めればどうなるでしょうか。それは一時的に炎症が止まればですよ、痒みも治まって肌の赤みも消えるので、あ、良くなったなという感覚に陥るとは思うんですけど、でもそれってこの過程を乗り越えてないですよね。炎症を抑えたところでスタートの場所でいるのは変わらないですよね。そう、だから何が言いたいのかっていうと、治ってないですよっていうお話です。だからこそ炎症をするというのは次の過程に行くための準備でもあるわけなので、炎症が起きることというのはいいことなんです。
そしてその炎症をむやみやたらに止めるということは良くないです。治る歩みを止めているんですよ。治すためには炎症が必要。ご理解いただいたと思いますが、でも炎症を起こすのは正直辛いですよね。私も元25年間アトピーを患っていましたので、炎症の辛さというのはかなり実感しています。ではどうしたらいいのか、何かいい方法はないのか、あります。実はですね、こちらの湿疹三角の治るスピードを止めずに炎症を最小限にする方法が実はあるんですね。その方法というのは他の動画でもお伝えしています。詳しくはそちらをご覧ください。この動画はあくまで炎症が悪くないぞっていうことを分かっていただきたく撮らせていただいたので、具体的な炎症を取る方法についてはこちらのような動画だったり、当チャンネルの他の動画でもたくさんございますので、よかったらご覧ください。私がおすすめする方法を概要欄のところのリンクに貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。今回話をまとめさせてもらうと、あなたに話したかったのは、1、炎症は悪者扱いしない、2、炎症は抑えてもいいが治る過程を邪魔する程度まで抑えるのはダメだ、3、アトピーは乗り越えなければ終わらないということなんです。だからこそね、最後にあなたに言いたいのが、炎症に立ち向かってください。もちろん炎症を強くしろって言いたいわけじゃないです。辛い思いをしろというよりも、炎症を最小限に抑えながらでも炎症を乗り越えるということをしていかないと、アトピーというのは治らないわけですから、勇気を持って前に進んでください。その一歩を踏み出すために炎症を抑える方法として他の動画でもご紹介してますので、よかったらご覧ください。そして炎症が収まるのを実感いただければ前に進むように頑張ってくださいね。大丈夫、正しい行動をすれば必ず良くなりますから。はい、というところで今回もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。また詳しくアトピーをですね、根本的に治していきたいと思っているあなた、まだまだ情報を知りたいという方はですね、 YouTube では公開していない情報をですね、まとめたメールマガジンがございますので、こちらですね、概要欄のところとコメント欄のところにリンク貼っておきますので、無料で、登録できるメルマガになってます。よかったらご登録いただいて、アトピーを治す糧にしていただければと思います。また他の動画もよかったら見てください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というところで、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。